まだ早いし、どこか行こうか。いらっしゃいましたね。その足音。あなた様は今機嫌がいいのではないですか？いくつもの星を越えて泉州にいらした方々は、悩み事を抱えて落ち込んでいるか疲れ果てていることが多いのですが、あなた様の足取りはしっかりとしていて活力に満ち溢れています。さすがは七死人ですね。本題に戻りましょう。あなた様が入手された龍盤鉱薬を分析してみました。とりあえずの結論が出ましたので、これを新作府まで届けていただけませんか？結論。結果から言いますと、龍盤鉱薬に対応する解毒剤があるとは考えられません。予測できる年月の範囲、つまり当面の間は解毒剤は現れないでしょう。詳しい分析内容は文章にまとめておきましたので、もし興味があれば目を通してみてください。こちらが龍盤鉱薬の薬理に関する考察です。佐久市長様がお急ぎのようであれば、あなた様から渡していただけますでしょうか。他に何かご用でも？新作府は薬理について早く知りたがっているのではありませんか？他に何かご用でも？どのようなご用件で新作府へ？文書を差し上げましょうか。
何か手伝えることはあるか？いらっしゃい。何か相談したいことでもあるの？こんなに早く結果が出たの？あの端子たち本当に優秀なんだね。端子？ちょっと待って、どうして探偵士の端子長が出張なんかしてるの？彼女は目が見えなくていろいろと大変だから、探偵士の同点を離れることは滅多にないって聞いてたのに。彼女が力を貸してくれたから、こんなに早くヤクリの分析が終わったんだね。早速、報告書を見させて。解毒剤がない？ち、あいつら、一体どこでこんなに難しい探法を手に入れたの？頭が痛くなってきた。でも、これも一つの手がかりになる。ありがとう。このお礼を受け取って。あれは新作譜からのお礼で、これは私個人からのお礼。ラフの、先週のためにいろいろと手伝ってもらったからには、作詞長としてお礼をするのは当然のことだもの。奇妙な処方箋に加えて、探偵士の同点と連絡が絶たれた原因も不明。何か大変なことが起きてるのかも。
何千年も枯れていた木がまた伸び始めた。来てくださったんですね。ありがとうございます。今回長楽天に滞在しているのは同胞の診察や薬の処方をするためでしたが、新作府からの処方箋の分析依頼を引き受けることになり、少し時間を取られてしまいました。薬を用意したのですが、届けるのが遅れてはいけませんので、すみませんが、私の代わりに届けていただけないでしょうか。本来なら同僚たちに届けてもらっていたのですが、今は各地で医者を必要としている状態ですので、手が足りなくなってしまいまして、そこであなた様にお願いできないかと。お力を貸していただけませんか。もしあの子が何か困っているようでしたら、お戻りの際に教えてください。薬はこちらに。届け先は遊家庭の近くなので、そこまで行けばあの子を見つけることができるでしょう。前年も枯れていた木が、俺の親父は飛行士のチャンピオンなんだぜ。12秒で灰空航空路を完走したんだ。タンスーに頼まれた届け先はあの子か。彼女がここに来たのは同じ盲目の子供に薬を届けるためだったのか。おーい、屋上に登ってみろよ。登ったら最後降りられないだろうけどな。ドドドドって転がり落ちるぞ。あいつ降りられないぜ絶対に降りられない。おい、そこの種族の民、何見てんだ。見ていいって誰が言った。お前誰だ。
余計な口出しすんな。俺は何日も種族の民を殴ってなくて鬱憤が溜まってるんだ。どっか行け、俺らの仕事の邪魔するんじゃねえ。出ないで、早く俺を起こせ。俺は見たぞ、こいつこっそり内功を使って親分を倒したんだ。ずるいやつめ。そうだ、お前が内功で俺を狙ったりしなきゃ一発でボコボコにしてやったってのに。違うだろ、俺が見た感じだと親分の一発はこいつに全く効いてなかったぜ。黙れ、行こう親分。武徳を知らない奴は相手にしない方がいい。ふん、今日のところはこのくらいにしておいてやる。まともに戦ったらお前なんか俺の敵じゃないんだからな。そうだそうだ。お兄ちゃん、助けてくれてありがとう。うん、大丈夫。私が悪いの。勝手に外に出たから絡まれちゃった。あの子たち、私の目が見えないからっていつもからかってきて、足をかけてきたり、私のものを盗んだりするの。お兄ちゃんが来てくれなかったら、きっとやられっぱなしだったと思う。あ、タンスー様に頼まれてきたんだ。最近はいろいろ大変なことがあったみたいだし、きっとタンスー様も忙しいよね。お兄ちゃん、ありがとう。タンスー様にもお礼を伝えてもらえると嬉しいな。一人で行動してる。寂しそうだな。まあ、俺が気にしても仕方ないか。薬は届けたから、タンスーに報告しよう。前年も枯れていた木がまた伸び始めた。前年も枯れていた木がまた伸び始めた。前年も枯れていた木がまた伸び始めた。何千年も枯れていた木が
また伸び始めた。薬は届けていただけましたか？あの子は子供の頃の私を思い出させる。私もあの子と同じように暗闇の中を模索しながら、いつ来るかもわからない障害や人々の自覚のない悪意と向き合わなければなりませんでした。いじめられたり怪我をしたりすると、探偵師のお医者さんに泣きながら治してとせがんで、その繰り返しでしたが、気づけば私自身も同じ道のりを歩んでいました。あの子を守ってくださってありがとうございました。それで、その、もう一つお願いをしてもよろしいでしょうか？はい。あの子が一人ぼっちでいるのが心配で、それに、あの子の最近の悩みなども聞きたいですから。あの子のご両親は北条戦争で亡くなりました。引き取ってくれた親戚ともあまり親しくないらしく、あの子を診察するときは私が話し相手になっていたのです。医者の処方箋は人の体を治せるかもしれませんが、孤独や心の傷は一緒にいてあげることでしか癒せないのかもしれません。あの子は落ち込んだ時、構造紙の隅っこに座って、そこから聞こえてくる音に耳を傾けると言っていました。あの子のご両親は構造紙の職人でしたから、そこが心の落ち着く場所なのかもしれませんね。きっとあの子は今もそこにいるでしょう。近頃は物騒ですから、目の見えない子供を一人で歩き回らせるわけにはいきません。これは一体、あの子に何かあったのですか？助けて。戦士を授けん。君らに選ぶ余地はない。大丈夫、もう大丈夫ですからね、イサナ。このお兄さんがいますから、もう怖がる必要はありませんよ。でも、私のせいで、タンスー様とお兄ちゃんに迷惑をかけちゃった。ごめんなさい。それだけですか？それでは、これから慣れていかなければなりませんね。これから先、何百年と生きていく中で、私たちのように目が見えない人間は誰かに迷惑をかけることもありますから、
この程度のことで申し訳なく感じていたら、これからの長い道のりを進めなくなってしまうでしょ。これは慰めではなく、ただの現実なのです。暗闇の中を一人で歩いていると、突然障害にぶつかることも、他の人が描写する対象が理解できないこともある。全ての人や物を漆黒の炭火が覆っているようで、目に見えない火傷を負うことだって。長命種の場合、そのような生活が千年近くも続くのですから。あの子は人の助けに頼らずに、自分自身の力で耐え抜くことを学ばなければなりません。期待を抱くことは悪いことではありません。しかし、誰かがそばで見守り続けることはできないでしょ。その前に、あの子は私と同じように暗闇に耐え抜くことを学ばなければなりません。私、タス様、私、自分の力で生きていけるように頑張る。頼れるのは自分しかないから。はい、その言葉を忘れないでくださいね。ずっとずっと。ここは危険すぎます。さあ、凋落天に戻りましょう。改めまして、助けてくださってありがとうございました。私たちのような転結者は、若い時に辛い目に遭うことは避けられません。苦難を乗り越えて短視聴という地位についた今でも、どうしようもなく悩むことがたくさんあります。だからこそ、さっきあの子にあのような言葉を。あなた様にとってはさぞ耳障りだったことでしょう。ですが、あの子がこれから直面するであろう嵐に比べれば、私の言葉などただの小雨に過ぎません。長命種は生まれた時に体の特徴が決まります。容姿や心の在り方、そして身長まで。生まれた瞬間から血肉の遺伝子に永久的に組み込まれているのです。短命種の場合は気候や手術で改善できるような欠陥も、先週人には手の打ちようがありません。いかなる方法で、いかなる気候を埋め込んだとしても、私たちの体は本来の姿に戻ってしまうのです。私も最初は信じられずに義眼を入れてみたことがあるのですが、適除した毛眼が再び生えてきて、死にも勝る苦痛を味わいました。光を取り戻した束の間の思い出は、それ以来かえって私を苦しめる記憶となりました。長命種にとって、転結は永遠の苦行であり、避けたくても避けられないものなのです。皮肉だと思いませんか。多くの豊穣の民、いわゆる忌み者にも
このような苦しみは与えられないというのに。ああ、きっと天結は呪歌の王が反逆者にかけた呪いなのでしょう。いえ、何でもありません。失礼いたしました。私の旅に付き合ってくださってありがとうございました。兆楽天に対する私の願いもこれで一段落ついたと言えるでしょう。ところで、あなた様に贈りたいものがあるのですが、少し準備に時間がかかりそうでして、用意ができましたら改めてご連絡いたしますね。それでは、しばしのお別れです。あなた様の足音がとどまっているのは、何か心残りがあるからでしょうか。どうぞ、何でもお聞きください。私にわかることでしたら、全部お答えしましょう。全ての転結が不治の病というわけではありません。私の気候腕は比較的自由に動かせます。これは埋め込み式の手術を行う必要がなく、皮膚の表面から生体電位信号を受け取って動かすことができるからです。しかし、私の目は事情が違います。視神経の発達不全は埋め込み型医療機器を使うことでしか治療できませんが、埋め込み型医療機器は先週人の驚異的な回復力によって排除されてしまう。そしてその過程で死にも勝る苦しみに襲われるのです。似たようなケースは他にも、骨格奇形、軟組織欠如、それから先天性心臓病などがありますね。短命種にとっては人工器官や埋め込み型医療機器で解決できるような病状も、長命種にとっては転結になるのです。簡単な例を挙げると、程度の差こそあれ、ほとんどの先週人は口腔の疾病や顎下関節の歪みなどに悩まされています。本来、先週人のような生き物は親知らずを早い段階で抜く必要があります。しかし先週人にはそれができません。先週人の親知らずは竹のように屈強で、抜いても懲りずに生えてきてしまう。つまり一生涯続く持病なのです。これが天人の船の真相、転結の船とでも言うべきでしょうか。同じく豊穣の影響を受けている豊穣の忌み物と先週人の違いは何かご存知ですか。私は探偵士で教わった知識をもとに、この問題に対して真剣に向き合ってきました。そして私の中で導き出せた結論は一つだけ。それは、特に違いはないということ。唯一の違いは、豊穣がもたらした長命種の本性を受け入れたか、それに背いたかにあります。妖精の子族の体内には、豊穣の民の中で最も残酷と言われる、堀人と似た血が流れている。しかし彼らは忌み物ではなく先週人なのです。つまり忌み物と先週人の差は生物学的分類の問題ではなく、文化の問題だということ。
忌み者が泉州に入れば泉州となり、泉州人が忌み者に入れば忌み者となる。ただそれだけなのです。忌み者たちは本性に忠実で、より強い肉体を得るために何のためらいもなく己の血肉を変えてきました。一方泉州ではその手段は言語道断の禁忌とされています。これで忌み者に転結がない理由をご理解いただけましたか？私は一介の端子に過ぎませんので、あまり複雑な因縁については詳しくありません。ただ彼らが北条の民を名乗る泉州人だということは知っています。これは私の推測ですが、彼らは苦難の原因を儒家の運命の道から逸脱したことにあると考えていて、北条の民に復帰することで自らを救おうとしているのかもしれません。あなた様に贈りたいものがあるのですが、少し準備に時間がかかりそうでして、用意ができましたら改めてご連絡いたしますね。それではしばしのお別れです。それは私が転結と戦った時に試みたことを記録した日記ですね。気にせずに読んでいただいて構いません。もし転結者について詳しくお知りになりたいのであれば、そちらは差し上げます。転結者の境遇についてあなた様の理解を少しでも深めることができたなら、その日記も自分の使命を果たしたと言えますでしょう。あなた様の足音も、どうぞ。あなた様にお、それでは。俺、わざわざ聖境から剣木を見に来た。
ぞ。本を買わずに読むだけのお客様だとしても追い出したりはしません。儲からなくても読書人の心を傷つけるわけにはいかないと紫苑先生がおっしゃっていましたから。ただ他のお客様の邪魔にならない場所で読んでくださいね。待っていた連絡が来たようですね。お気をつけてお帰りください。次にいらした時は本を買ってくださいね。俺、わざわざ聖境から剣木を見に来たんだぜ。よく来てくださいました。近頃奔走なさっているあなた様のお役に立てばと、あるものをご用意しました。新作譜から提供されたものを分析していたら、ひらめきが降りてきまして。歴史文献を参考に健康長寿薬を調剤してみました。この三雲松露丹と名付けた薬をあなた様に差し上げます。体が軽くなるだけでなく、健康増進や長寿の効果が期待できますので、七死人であるあなた様の旅のお役に立つと思います。では私は他の仕事がありますので、ここでお別れしましょう。今度お会いする時はあなた様のお姿を見られることを祈っております。タンスーを信じてないわけじゃないけど、こういうのは迂闊に飲まない方がいいよな。どうにも違和感がある。新作府に行って聖族に相談してみよう。俺、わざわざ聖作。実は、君に伝えたいことがあるんだ。
どのようなご用件で新作府へ？ご無沙汰しております。本日は新作府にどのようなご用件でしょうか、なんてね。なるほど、つまり彼女がこの薬をあなたに渡した意図を疑ってるんだね。わかった、一度検査してみるから、その三温小露炭とやらを貸してくれる？まずは信頼できる端子を探さないと。あなたはしばらくここにいて、今の状況じゃあなたみたいに信頼できる人を見つけるのは簡単なことじゃないの。あなたが警戒してこの薬を飲まないでいてくれてよかった。端子たちが検査した結果、薬の中から禁忌とされる成分が検出されたの。そう、あの薬王秘伝の怪しい炭鉱と同じ成分が。気持ちはわかるけど、あまり思い詰めないで。探偵室の中に内通者がいることは予想してたけど、まさかトップの人間だったなんて。私は今から炭素を指名手配する。もし彼女の行方がわかったらすぐに連絡して。そうだ、この隊長を連れて行って。あなたの友達を見つけるのに役立つと思う。探偵室の中に内通者がいることは予想してたけど、まさかトップの人間だったなんて。あなたの気持ちはわかる。私も過去に友達に騙されて辛い思いをしたことがあるから。探偵室の中に内通者がいる。あなたが慎重な人で本当によかった。個人的な感情で判断を誤ることがないようにね。何千年も枯れていた木がまた伸び始め。タンスーがいない。どこに行けば会えるんだ。そうだ、タンスーがくれた薬の箱に彼女の匂いが残ってるはずだから、聖族が貸してくれた隊長に手伝ってもらおう。さあ、隊長ちゃん、タンスーのところに案内してくれ。
仲間らに万倍の苦痛を。亡者再臨。炎の槍を断ち切れ。厄介を避け、償いたまえ。生と死、君らに選ぶ余地はない。この力、まだ少しは役に立つか。貴様らに万倍の苦痛を。炎の槍を断ち切れ。この力、まだ少しは役に立つか。クオ秘伝の連中と一緒にいるってことは、やっぱりそういうことか。カイジ様、お下がりください。奴は私が片付けます。必要ありません。彼は私の友人です。多くの仲間たちがあいつにやられたんですよ。知っています。それなら。言いましたよね、彼は私の友人だと。下がっていてください。は、カイジ様。あなた様が私を訪ねてくるとは思いませんでした。ええ、私は薬王秘伝の姉妹兄弟の長であり、慈悲なる薬王の子孫。私たちは千秋同盟を豊穣の道へと導く者。私が差し上げた三雲小露丹は飲みましたか？何か変化は感じましたか？不死の仙法を求めて仙州にやってくる無数の薬乞いたちはいつも何も得られないまま帰っていくのですが、彼らの推測に間違いはありません。仙州には確かに長命種になるための秘密が隠されている。そして私が気に入ったあなた様にもその機会を与えたいと思ったのです。三雲小露丹を飲めば、薬王様が生身の人間にもたらした無限の自由を実感できるはずです。
あなた様の小姉から察するに、特に異常はなかったようですね。呼吸が深く穏やかになった様子も、体の気の流れが変わった様子もありません。なぜでしょうか。あなた様の体質は一般の方とは違うのですか。性格？それはありえません。仮に本当だったとしても、短命種の体に性格を宿したりすれば危険が伴うでしょう。もしかすると、あなた様は長命とは無縁なのかもしれませんね。あなた様にお願いがあります。ラフから、この争いから離れてください。ここで起こっていることは、あなた様が考えているものとは違うのです。この内戦について、新作府の猟犬からどのように説明されましたか？自分たちは正義である帝宮の使命を代表して、邪神である儒家の王を追い、宇宙を渡航しているとか。それとも、薬王秘伝は邪神の手先だとでも言われたのでしょうか。それは本当に正しいのでしょうか。あなた様は、薬王様や要求過疎については理解が及んでいないようですが、私のことは理解してくださっている。あなた様の目には私がそのような人間に映っているのですか。あなた様に味方になってくれとは言いません。ただラフから、このすべてのことから離れていただきたいのです。ここでのことはもともとあなた様には関係のないこと。私はあなた様の敵になりたくはありません。お互いに刃を交えたくないということであれば、ここでお別れしましょう。この数日間、ずっと考えていました。要求過疎は前進ではなく、薬王様も邪神ではない。あなた様が軽減将軍の味方をするのは、ただ彼らと先に知り合ったからに他なりません。本当に残念でなりません。あなた様と先に知り合ったのが私であれば、真の友人になれていたかもしれないのに。カイシ様、そろそろ参りましょう。これが私たちの永遠の別れであること、心から願っています。さようなら、七死人様。新作府に行って生族に知らせよう。Thank you.
まだ早いし、どこか行こうか。何千年も枯れていた木がまた伸び始めた。何千年も枯れていた木が。どのようなご用件で新作府へ？どうだった？タンスは見つかった？彼女を捕まえられなかったんだね。分かった。長年潜伏していたあいつらが今になって本性を現したのは、もっと恐ろしいことを計画しているからかもしれない。捜索を急がないと。とにかくあなたにはお礼を言わないとね。あなたからもらった情報があれば探数の捜索を続けられる。ありがとう。将軍様から聞いたんだけど、これから探偵使に行って大木様が率いる軍と合流するんだって。それならここで時間を取らせるわけにはいかないね。くれぐれも気をつけて。あと、もしまた探数に出会ったらすぐに近くの運気軍に知らせてね。そうだ、これを受け取って。いろいろしてくれたお礼。長年潜伏していたあいつらが今になって本性を現したのは、もっと恐ろしいことを計画しているからかもしれない。捜索を急がないと。あら、もう戻ってきたのね。よし。